本格的な冬の到来を前に、矢部市の八高原スキー場ではリフトの椅子の取り付け作業が始まっています。標高1,221メートルの八伏山の中腹にある矢部市の八高原スキー場では、来月のオープンに向けてリフトの椅子の取り付け作業が始まっています。八高原スキー場には11基のリフトがあり、 このうち6基を管理する会社によりますと、当初は今月13日から作業を始める予定でしたが、予期せぬ積雪の影響で作業員が集まらず、取り付けを1日遅らせたということです。今朝は7人の作業員が半機のボルトを調整しながら、椅子の部分を丁寧に取り付けていました。 見ての通り、思わぬ雪が降ったもの,のものですから、少しちょっと遅れているところもありますけれども、順調に進めております。ぜひ八高原に来ていただきまして、お子様連れのお客様、上級者、初級者の方、スキー滑れない方も雪遊びを体験していただければありがたいなと思います。作業は今月25日までに完了し、八高原スキー場は天然の雪を待って、来月23日頃にオープンする予定です。